売買査店さんに対する一般先生たちの反応集。なんか無難なコラボだった。思ってたよりキボトスに馴染んでたし、サテンさん可愛いし。上条さんはいないのか。下手したら、来た瞬間キボトスが破壊されかねんし。そもそもキボトスの外部から人間が来るという時点で、意図的にはぐらかされてる。世界観にメスが入って壊れかねないけど、よくやったな。サテンさん以外は？なんか癖が強い。観光の話は個別？一応そうだろうけど、どう見ても半日ではない密度だから、時系列周りは半分投げ捨ててはいる。奇抜なことをして印象に残るようなことをネットは求めがちだけれど、何事も無難が一番だと俺は思う。当たり前のことを当たり前にしてくれただけで俺は満足だ。せっかく今の時代にとあるとコラボするんだから、冒険して欲しかった気持ちはある。そういえばこの子らなんでキボトスに来たの？インディアンポーカー使って眠ったところに、キボトスの不思議遺跡の不思議マシンが作用してどうにかこうにか。って全知が言ってた。インディアンポーカーで遊んでたら、気づいたら来てた。特にデレとかそういうのはなかった。ビジネスライクだった。さすがはコラボの達人。別れの時は、エンジニア部と涙のお別れかと思ったら、そんなことはなかった。まあハーブ案件みたいなコラボでもないから、変に尖ったことする必要ないんじゃね。これで禁書目録の方の野郎どももありなら、もっと弾けた感じにしろとはなるが。ミクはヘイローをファッションとして取り入れてるタイプだったけど、こっちはキャラエンブレムにしてる感じでどっちも好きだな。というか、外部の人間もヘイロー出るってことは、神秘の影響を受けるんだな。超電磁砲のキャラにヘイローがついてることと、イベント PV でヘイローってテキストがわざわざ表示されることから、ヘイローにまつわる根幹設定が明かされるってコラボ前は騒ぎになって、その是非でスレミンが喧嘩してたけど、蓋を開けたら、何のことはない誰もヘイローについて触れずにあっさり終わった。唯一新情報があるとしたら、生徒畑人の頭の上になんか浮いてることを認識してるってくらい。世界観に関しては、徹底的に明かそうとしないよねこのゲーム。まあコラボで明かされても困るしな。だからこそあっさりだとしてもよくコラボしたなって。無難というか薄味というか。何気にヘイローが出てるイコール撃たれても死なないキボトス体質になるってのは、結構大事なのでは。そうなると、空を飛ぶ飛行船や校舎なんかも生き物なんじゃ？って疑問が。この写真撮るシーンなかったな。生放送でなぜとあるキャラにヘイローがみたいな煽りがあったのに、なんかありましたわ出演者との連携取れてないのかなって。全部教えちゃったらネタバレかわいそうだし。面白くできそうなこういうパートカットして、即翌日したのはちょっとダメじゃない？非合理じゃない？観光なんて不要じゃない？って意味を、思い出作りもいいものですよってひまりが解き伏せるやりとりまであったのに、そこまでして当の観光があっさり飛んだのはちょっと寂しかった。本当にあんまり大きな声で言うべきじゃないし言いたくもないんだけど、あくまでブルアカの生徒たちが好きなので、コラボ自体いらないです。コラボ系はどうあっても作品としては異物になっちゃうから、ない方が良いに越したことはない。ガチャキャラにしないにしても、他のキャラも登場させちまった方がストーリーとしては盛り上がるだろみたいなのはある。超電磁砲として見ても、いつものメンバーすら全員揃ってないし。正直荒れてもいいから、上条さんと先生のコンビが見たかった。絆で意味とかエンジニア部との交流するのも、他キャラ出せない縛りで難しいしな。これで終わり？って感じのあっさり感だった。正直エイミの服装に言及するとかの小ネタ的な部分を除いたら、シナリオは全然面白くなかったんだけど、コラボ先のキャラを主人公にデレさせるみたいのが大の苦手なので、最悪が回避できてほっとしてる気持ちの方が強い。なんというか、肝入りのコラボの割にあっさりというか唐突感ある中身だったなとは思う。いやブルアカ世界にとあるキャラ来てる時点で、大事件ではあるんだけども。観光でもう一問弱あれば満腹感は出ただろうから、通常イベの 1.5 倍弱あればよかったかなとは思う。あっちで匂わせしてたから、ドルウェブコラボちょっと来るかなって思ってました。まあとあるコラボも楽しめたけど。本当のこと言うと、次のメインストーリー更新が楽しみすぎてコラボどころではない。まあ薄さはミクさんもそうだったし、今回はちゃんとストーリーやるからいいと思う。俺はデカグラマトンやったことない世代だから、エイミとヒマリの絡みが見れたのはちょっと嬉しかったかな。わかんねえ納得いかねえ観光なんていらねえって、エイミもでもまあ部長が言うならそうなんだろうねって、思ったより素直に言うこと聞くのね。デカグラマトン復刻してくれやろな。
超電磁砲キャラについては、終盤になって急に触法さんが共感力が、繊細力があって言い出すから、力ってのがこの子の口癖なのかな。にしては出るの遅かったなって思ったくらいしか覚えがない。ミレニアムが万能すぎる。外部の人間も神秘の影響を受けるって分かっただけでも、かなりの前進だと思うよ。前にここで神話も言ってみれば古代人のラノベみたいなもんだし、近所もそんな感じで神話化してるんじゃみたいな考察？見てそういう考えもあんのかってなったよ。ミクさんとかはその説でもしっくりきやすいしね。それはコラボの設定ってだけじゃないかな。割と今回のシナリオですら、往年のクロス SS 読んでるようなこっぱずかしさがあったから、むしろこんくらいで落ち着いてくれてよかったなって感じ。ぶっちゃけ今の若い世代にとっては、前すぎるコラボ相手だし、複雑にしないのは正解な気がする。このコラボなら別にやらんでよかったってのが正直な感想。コラボ自体いらないとかコラボ先が嫌とかではなく、なんか予防線張ってるけど、コラボいらないって言ってるのと意味合い変わらなくね？全然違うよ。もっとはっきり言うなら、コラボやるならやるでもっと面白いイベントにしてくれってことだよ。サテンさんの先生呼びが、思ったより興奮したから満足したよ。今回の3人も普通の人間かというとあれだからな。ちょっとした面白便利グッズですよみたいな軽いノリで流してたインディアンポーカーが、他ところから見たら、あれ人間の倫理観疑うどぶかす技術なのいいよね。まあ規模と素人に比べたらだいぶ人間だよ。サテンさんはともかく、他の二人はだいぶ異常じゃねえかな。能力開発されるまでは、普通の人間だっただろうし。黒子は来て欲しかったよ。とりあえず、戦闘開始時の三坂美琴のバチバチしてる手をゆっくり振り下ろすのが、めちゃくちゃかっこいいので、今後も使おうと思います。三崎コウムリ起きてるし仕方ないけど、コラボキャラを名字で呼ぶのが少し違和感。先生は外部から来た人から見てもちゃんと普通の成人男性に見える。先生以外の大人はメタ的な表現とかじゃなくて本当にロボと獣人。って確定したのも地味に大きい。だいぶ開発も譲歩したのかなって感じる。キャラ性能はかなりちょうど良かったと思う。配布が使いやすいの含めて。サテンさんはまあ人間の範疇でいいんじゃないか。微妙に能力者みたいな感じだけど。難易度もぬるかったし、最近ちょっと忙しいイベントやらが続いてた感あったから、いい箸休めにはなった。この2週間で、とあるの世界観に詳しくなれたような気がする。獣人ロボ問題は、一応フィーナ絆とかパバーヌとかで確定はしてたんじゃないかな。サテンさん、今回のケセドで活躍するかなと思ったらそうでもなかったな。弱くはないんだが。意地割らなかったからサテンさん4止まりだ。とある知らないけど、コラボ前に各地で最強議論が交わされてたのを見てたら、レベル5が全力出したらどの生徒も太刀打ちできない最強最高って話になってたんだけど、いざ読んだらキボトスに来てから頭が痛くてうまく能力を使えないってデバフがかかってたので、そこはちゃんと気を使ってくれたんだなって。大活躍を見たかっただろうとあるファンの人にはちょっと申し訳ないけど、平常運転だといろんな意味で世界観壊れかねないからね。特にこのゲーム世界観大事に扱ってるし、ビリビリもパイパイも両方ガチャ回して手に入れたけど、イベシナリオも桃トークも読んでない。手に入れたという達成感だけで満足してる。パイパイで引いたならメモロビトレ。読んでないだけでクリアはしたから。コラボで世界観解明されても困るから、普通に生徒や先生と交流する流れでいいとは思う。これ個別の絆だとちゃんと交流してるの？三坂にペロロ様進めてたりとかしてたはず。サテンさんがサンコス200射程の大リーガーになったのは、もはや学園都市よりキボトスの方が相性がいいまである。兵糧が出ない先生おかしいね。超能力者がたくさんいる影響で、学園都市にいたら超能力パワーがアップしてるらしいから、キボトスというかよそ行きしたら弱体化するのもあながち間違いじゃない。コラボ発表時の生だったかその後にスレミンに教わった時だったか、とにかくサテンさんといえばサバカレーだって聞いてたから、サテンさんがこっちで料理披露する話があると思ってたらなかった。まあミレニアムの子たちは、いい子が多かったなってことで。三崎地は走ったら息上がるのがちゃんと設定守ってて好き。薄いのはもう方針なんじゃないかなって、今期待されているのもコラボよりメインだし。ミコトのメモロビはペロロがね。ゲコタと同じくらい可愛いよね。デカパイが本当にデカパイすぎてすごい。ミクさんのコラボも薄味だったしな。コラボは薄味が基本スタンスなのかもしれん。超能力は実際には普通に魔術サイドよりの代物だから、
なんか神秘がうんぬんとか言ってるキボトスとは相性悪いんだと思う。ブルアカのコラボなんて、透き通るようなコラボでいいんだ。設定面以外だと、高校生と中学生の違いみたいなところは全然触れられなかった。中2の三坂美琴が161cmでかい。高1のサイバ桃井が143cm 小さい。が事前に二次創作で刷られたのを思い出した。本編では桃井の物字もなかったが、方針的に空ちゃんしか出てなかっただけで、成長早い子なら別にそこまで違いはないんだろうね。設定うっすらとしか知らないけど、食宝さんの獲得時セリフすごいこと言わせてんなって思っちゃった。荒れずに終わったことこそ褒められることかもしれん。なんか原作に詳しいスレミンが言うには、AIM 拡散力場がないんだから、能力の調子悪いの納得したみたいなこと言ってて、よくわかんないけど、ちゃんと説明できる理由あるんだなと感動したよ。サテンさんは間違いなく普通の女の子だよ。それはそれとして、人間の脳みそを薬や電気刺激でぐちゃぐちゃにして、能力開発するゲロカスな義務教育授業を、ごく自然に受け入れてる程度には、倫理観ずれてることも忘れないでほしい。倫理観のずれっぷりはどっちもどっちだな。学園都市許せねえよ。銃撃戦が普通だし、グレネード持ってないと安心して通勤できないキボトスの住人にしてあげたいですよね。能力にデバフかけないと、リモコンでピッと洗脳するだけで学園落とせるし、雷撃と砂の巨人で誰も相手できなくなるからお話にならないし。天井して両方入手したけど、風の工事さん取れるか不安になってきて困る。シナリオはエンジニア部可愛いするイベントだった。